俺だったらどうするかなとあるわけよ。俺はこんな時だと思い切ってガーンとこう変えてこうやるなって、うん、それを俺が監督に言っちゃっていいものかどうか何も言わない方がいいんだろうなと。やっぱり社長って現場に任せるっていうところをある時期にそれをやらなきゃいけないですよね。ずっと全部自分でやってるわけにはいかないですからね。クオリティは下がるんですよ。どうしても経験とか不足してるし、結構失敗もするんですけど、見守るしかないですよ。やっぱりね、日本代表の監督までやった人が現場に口出したくなる気持ちもすっげえわかりますけど。